今日は試合が終わってだいぶ遅くになってしまいました。エイさん、試合お疲れ様です。お疲れ様。もう夜中12時を回って選手村も誰もいないですね。でも空が明るくて綺麗です。エイさん、なんであんな明るいの？ここは黒缶のコースの照明です。なるほど。いや、さすがにレクリエーションセンターで遊んでる人もいないかな。もうこの時間はみんな寝てると思います。部屋の電気もほとんど消えてます。ここがジャパンがいるとこですね。洗濯は誰かしてるのかな。どうですか、A さん。もう1週間ほど経ちますが、雪もだいぶ溶けてきましたね。この辺一帯全部雪だったもんね。もう雪も溶けてちょっと水浸しになってます。あそこには雪だるまもあったんですが全部流っちゃいました。ここら辺も全部雪だったもんね。全部溶けました。今日は相当暖かったです。20度いきました。あ、20度、20度いったそうです。ここも一面真っ白だったのがもう土が見えてます。どうなんですか、この選手村は例年のと比べて。遠い？でかすぎ？でかくはないけど、ちょっとデコボコが多い。デコボコが多い、ね、A さん、杖だから大変。これもないね。雪がちょっとまだありますが、さあ、ここが僕たちのビルディングです。で、最後 A さん、コカ・コーラ買うとこ見せてください。選手村は自販機がいっぱいあって、このコカ・コーラのキーホルダーをピッとかざせば何でも飲むことができます。今日はお水を A さんゲットということで、おやすみなさい。お、これオリンピック用の水ゲット。はい、おやすみなさい。